鉄狼山で窮地に陥った義軍であったが、諸首相の働きでこれを挽回、各和愛を救出すると、そのまま蜀の軍勢を撃退した。この加工旅に任せておけばいい。世をいたずらに乱すボングどもを滅せ。全軍かれて城を包囲せよ。敵は牢城の構えのようですね、兄上。無意に出てこないわけでもなさそうですが。奇襲か増援か、何か手は打ってくるはずだ。敵の手が読めぬうちは慎重に軍を進めよ。軍金が通す軍事件、いざ参る。本陣を一気に陥れる作戦。報告、呉軍の増援が接近中との情報あり。呉の増援に東軍が編成されては厄介です。直ちに東軍を再開し城を包囲しましょう。待て、それでは包囲中に攻撃されよう。敵が奇襲に使った道を遡る。吸収するぞ。この首捕らえ受ける。いざ。これ以上は持たぬか。いつもながらお見事ですな。ここは引くしかあるまい。兵士、我らは五軍の増援に備えとどまっている。師匠たちは文金らの急襲に回っている。いいどうするな。ここだ。乱戦になるぞ。シージャ、そんな顔をするな。決してこれこそが軍事件、再び参る。また奇襲か。めんどくせえ。ま、倒して本陣を守るしかないか。軍の敵軍の陽動かもしれない。全軍慎重に対処せよ。
早速のお出ましか。別部隊の吸収成功まで耐えねばならんな。敵が守備を固めたみたいだ。奇襲はやめて、勝者で会場を狙うしかないか。応用するな。崩れなければまだ挽回できる。文金とは正反対の性質だな。父の強力さを知れば容易に離反しよう。私には到底及ばぬお働きです。文事件参る。この俺が相手だ。攻撃すれば挽回できます。どうか私を出撃させてください。ならん。ふうお主は最後の切り札なのだ。その時までおとなしくしておれ。ならばいつがその時なのです。ここでは勝てない様。なんという強さ。ここは引く。敵将討ち取った。流れは変わるか。よし、追うぞ。決して味方とはぐれた。現れた。
取った。
こう。打ち取った。おう、やるな。保証する。投降せよ。このまま抵抗しても死ぬだけだ。俺は投降するぞ。はやここまでか。敵の粘りもここまで。行け、義軍の精鋭たちよ。Let's go.
己が武をわきまえぬ愚か者め。しょうか、こやつをどうする。まずこいつらの言い分を。諸断あるのみ。そうですね、しばし殿。カジュ、お前連れて行け。師匠、上に立つ者は決断しなければならない。時に苛烈でも非情でもだ。進む道を見据え、考え、答えを出せ。のらりくらりしていられる時間はもうお前にはない。尊に振る舞い乱を起こす。父は道を外していました。ですが私にはそれを正せなかった。私にとってはかけがえのない父でしたから。この私にも処断を。今回のことは許されることではありますまい。お前は自分でそれが分かったんだろ。なら命を投げ出そうとするな。俺たちと一緒に来ればいい。はっ。これが俺の答えだ。